いつもご視聴いただきありがとうございます。店長の大阪です。本日はですね、こちらのマシンが出たので紹介したいと思います。はい、こちらのマシン、ホットボディーズレーシングの D2 エボでございます。ホットボディーズといえばこちらの方、誰かと思ったら毎回ですね、RC アドバイザーの伊藤さんじゃないですか。ちょこちょこ出させていただいてありがとうございます。なんと来ちゃったんですね。全日本に間に合いました、はい、間に合いましたね、はい、で今日がシェイクダウンで、どこがどう違うか。そうですね、はい、基本的には前の216っていうのはダート仕様だったんで、スパーギアの位置とか全部上の方にあったんですよね。でカーペットとかは全然触っていいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、考えてなくてですね。で今回は、カーペット、他社さんももうカーペットに結構特化した車にはなってるんですけど、カーペットでもきっちり走れるっていう車に仕上げてきた感じですね。アルミパーツすごいついてますね。これアップライトは、ね、これアルミですか。アップライトはですね、アップライト自体はですね、はい、プラなんですけど、Cハブはアルミです。ここも標準ですか。そこも標準でアルミ。オプションで入れるとこって今のところ見当たらない状態ですね。じゃあ大きな違いというと、モーターの位置が前はもっとダート仕様だったから後輪の軸側にあったのが、前に来たよっていうのと、あと特徴的な HB のヤグラってよく言うんですけど、ここにこうそびえ立つなんかピラミッドみたいなのがプラスチックパーツがあったんですけども、それを廃止して通常の、2WD の今の流行りの形状で、作り上げたっていう感じですね。これはなんか走るオーラ出てますね。そうですね、組んでる段階でもう結構かっちりしてる車だったんで、走るなと思って持っては来たんですけど、これホイールは、はい、フロントは、ですね、これキットにホイールは実は入ってないんですよ。ボディもついてないんです、ね、ボディもついて、ウィングもないんです。ボディ何が良かったんですか。ボディはですね、一応ちょっとあまりこの辺詳しくなくて、今アソシの 6.4 のパッケージにあるボディが一番いいのかなと思って、これは P2 っていうやつかな、アソシの。アソシ、これ J コンセプトだから、J コンの一緒ですよね、あの辺はね。P2 ボディ。P2 ボディですね。はい、なんですけど、ちょっといろいろ聞いたら F2 がいいよっていうことなんで、僕も F2 用意しました。あ、なるほど、はい、今回 P2 しかないんでこれで今走ってます。でホイールがこれ横もアソシ系の。そうですね、横もアソシ系を使えば問題ないです。僕はちょっと G-FORCE のジェノバのやつをつけてるんですけど、ジェノバのでも全然問題ないですね。リアホイールは、リアホイールはですね、これ HB の418とかで使ってるホイールを使ってます。他だとちょっと合わない感じですか。そうです、さっきちょっと T-WAX さんのとか入れてみたんですけど、ナットの部分がちょっと厚いんですよね、 HB のシャフトって。で届かないんですよ、ネジが。あ、なるほど、はい、じゃあリアホイールは HB のリアホイールを用意しておいた方が、リアホイールが無難ですね。はいはい、はい、じゃあちょっと伊藤さん、この車走っていただけますか。そうですね、ちょっとやってみましょうか。
いや伊藤さんめちゃめちゃ走りますね。ですよね、よく走りますよね。もう僕もびっくりしてます。もう当店にも入荷してますんで。そうなんですよね、はい、まあ、買っていただいた方、オムさんで買っていただいた方は、まあ、僕がね、いろいろ面倒見ますんで。いいんですか。まあ、もちろんもちろん。もう伊藤さんがアドバイス、はい、そしてセッティングメンテナンスの相談もできるということで。もちろんできます。お値段以上じゃないですか。そうですね、お値段以上の価値をなんとか見出そうかなと思ってますんで、ぜひお買い上げいただければなと思います。伊藤さん、ありがとうございました。はい。